ドイツ領ニューギニアはドイツ植民地帝国が初めて獲得した地域。1884年から第一次世界大戦勃発後オーストラリアが占領した1914年まで保護領であった。ニューギニア島北東部及び周辺の島諸部から構成。総面積は249,500平方キロメートル。ドイツ領ニューギニア及び ビスマーク諸島の主要地域は現在、パプアニューギニアの一部となっている。カイザービルヘルムスラント東側の島々は、併合に際し、ビスマーク諸島と、海上、最も大きな二つの島は、それぞれのイポンメルン、ノイメクレンブルクと名を改めた。西太平洋における、ドイツ領の島々は、ドイツ領サモアを除き、ドイツ帝国太平洋保護領を形成。 これらは、ドイツ領ニューギニアの統治下にあり、ドイツ領ソロモン諸島、カロリン諸島、パラオ、マリアナ諸島、マーシャル諸島及びナウルを含む、南太平洋地域に初めて進出したドイツ人は、アベルタスマンが諸女公開を行っていた時期、オランダ東インド会社の商船ヘイムスカーク号で、船長を務めたドイツ北東部イエファ出身のゴールマンという男性であったという。その後、 ハンザ同盟の召喚が初めて足場を築く。ハンブルクのヨハンセザール・ゴーテフ・フロイソーン社が1857年以降、サモアに交易の拠点を置き、とりわけコプラ貿易や南太平洋各入植地へのドイツ移民の移送に力を入れながら太平洋の貿易網を確立したのである。また、1877年には、ハンブルクの勝者ヘルンシェイム・ロベルトソン社が、 ニューブリテン島北東部沿岸、ブランチ湾のマトピジまでドイツ人共同体を設立。この他1875年末までにはあるドイツ人承認をして他のいかなる国をもほとんど除外してしまうほどドイツの業者や船に至るところで出会うとまで言わしめている。しかし経済的な動向はともかくとして1880年以前における太平洋地域の植民地支配は 限定的であった。当時のヨーロッパ列強の勢力範囲は、ニュージーランドやフランス領ポリネシア、ニューカレドニア及びフィジー程度とされ、国家統一に手間取られ、植民地獲得競争で、英仏両国の後人を排していたドイツが、太平洋進出への機会を伺うようになる。1870年代末から1880年代初頭にかけて、 右派の国民自由党及び自由保守党を中心とする少数勢力がビスマルク最小に植民地政策を着手させるべくドイツ国内に各種植民地協会を設立する。最も重要なものは1882年植民地クラブ及び財界関係者が1884年に設立したドイツ植民協会であった。ドイツ植民協会は植民思想や 植民地獲得、在外ドイツ人との経済的文化的連携維持を謳っていたものの、ビスマルクの当初の返答は、植民地は国民感情が政党の像よりも強い祖国を必要とするという1881年に書いたメモに集約されよう。これはあくまでヨーロッパでの対外政策こそが関心の的であったビスマルクにとって国家的事業として、 植民地獲得を遂行する考えはなかったことを物語っている。しかし、ビスマルクはやがて方針を撤回。1882年から翌年にかけて、ブレーメンの豪商、アドルフ・リューデリッツが政府の支援を受け、アンゴラに港を開き、1884年4月24日、ドイツ帝国の保護の下で、ドイツ領南西アフリカを建設。こうしてビスマルクは、 同年6月23日、国会に対し、今後式業へ特許状を付与するものを除いて併合が進むであろうとして、ドイツ植民地政策の転換を伝えた。こうして、ドイツによる南太平洋方面への進出も本格化し、1884年には、北東ニューギニア及びニューアイルランド諸島、ニューブリテン諸島、ソロモン諸島北部をイギリスとの協議を通じて獲得。 前者をカイザービルヘルムスランと後者をビスマーク諸島とそれぞれ解明した。なお、1886年ベルリン協約に基づきソロモン諸島全島がイギリスの保護領となった。ドイツ領ニューギニアで演習を行う原住民の新兵1879年から1882年までの太平洋探検からドイツへ帰国するにあたり、オットーフィンシュは銀行家、 アドルフ・フォン・ハンセマン率いる太平洋地域への植民地の拡大に興味を示す非公式グループへ加入する。フィンシュはニューギニア東北東部沿岸及びニューブリテン諸島に植民地を建設するよう懇願し、こうした事業にかかる費用の算定まで行った。1884年11月3日、ドイツニューギニア会社の参上を得てドイツ国旗が カイザービル・ヘルムスラントやビスマーク諸島、ドイツ領ソロモン諸島に翻えることとなる。現地の労働力確保とプランテーションの拡大を行うべく、植民地当局は軍隊を派遣し部族の居住する地域を支配下に置いた。その後、現住民に年4週間の労働と現金での人頭税納付を義務付ける新法を交付。労働者が借り集められ選択肢も少なかったものの、 ここにおいて、初めて賃金が支払われた。アルベルト・ハールら植民地交換の中には、原住民の著しい人口減少を危惧するものがおり、東南アジアから労働者の挑発を試みるも、成功はしなかった。それは、マラリアやセキリ、インフルエンザの多天然痘といった病気により多数の労働者が命を落としたためである。とりわけ1894年に猛威を振るった。 天然痘については、ニューギニア島にいた農業労働者のうち4分の1程度が死亡したとの記録も残されている。こうした中、1910年以降、ハールは北部ニューアイルランド島での女性の挑発を禁じ、他地域でも募集を打ち切ることで、積極的な労働力動員が引き起こす否定的な影響を最小限に抑えようとした。これには、ドイツ人入植者も反発。 ハールは労働者を追加的に確保するため未征服地にまで植民地支配を広げることを余儀なくされた。1899年、ドイツ政府はカロリン諸島及びマリアナ諸島を米西戦争にて敗北を喫したスペインから2500万ペゼタで購入することで合意した。両諸島は保護領とマリドイツ領ニューギニアの統治下に置かれた。1906年には マーシャル諸島が追加。第一次世界大戦が勃発すると、オーストラリア軍は1914年、カール・フォン・クレビッツ船長らの抵抗を叶わず、カイザービル・ヘルムスラント及び近隣の島々を攻略。また、日本も減損する、太平洋地域のドイツ領のほとんどを占領した。1914年9月11日に、オーストラリア海陸軍遠征部隊が、ビタパカの戦いで、 ノイポンメルン島の無線局を攻撃したのが唯一の大きな戦闘であった。オーストラリア側は6名が死亡し4名が負傷。第一次世界大戦初の被害を出した。一方ドイツ側はこれより深刻で、ドイツ人当局者1名及び現地警察30名が死亡。ドイツ人当局者1名と現地警察10名が負傷。こうして9月21日には、 植民地の全ドイツ軍が降伏した。ドイツ領ニューギニア植民地カイザー、ビルヘルムスラントの地図しかしながら、ドイツ人当局者、ヘルマン・デツナーと20名程度の現地警察は、戦争中ニューギニアで捕虜とならなかった。デツナーが、オーストラリア領パプアとの境界を地図に描くため、調査探検を行っていたとき、彼に知られることなく、戦争が始まっていたためである。 1920年の著書、人食い人種との4年間の中で、ドイツ領の内部にまで入っていたと主張しているが、この主張は様々なドイツ人宣教師の非難を浴び、1932年には前言のほとんどを撤回するに至る。1919年のベルサイユ条約以後、ドイツはニューギニアを含む全植民地を創出。 旧ドイツ領ニューギニアは35年の歴史に幕を閉じ、日本による占領を挟み1949年まで、オーストラリアの国際連盟人統治領、ニューギニア巡州となった。なお、同年オーストラリア領パプア巡州に編入され、パプアニューギニア巡州となり、後に、現在のパプアニューギニアを形成する。マトゥピトの消し印付20ペニ引きってステファンソートで、 使用されたものと思われる5ペニヒ切手植民地発の郵便切手は1897年、ドイツ本国の切手にドイツ領ニューギニアと飾りされたものだった。1901年には植民地共通のヨットを描いたシリーズが発行された。1914年5ペニヒ、10ペニヒ及び5丸く切手が透かし入りの用紙で再発行されたものの植民地自体が占領されてしまったため、 日の目を見ることはなかった。これらの切手は、現在1アメリカドル程度から500アメリカドル以上で取引されている。高額面切手の使用済みは、ほとんどなく、未使用に比べ10から20倍の価格で取引されている。偽の化身も存在するため収集にあたっては、注意を要する。なお、オーストラリア占領以後、在庫していたスカシナシギ手や、 書き留め郵便のラベルに GRI の略、イギリス国を及びインド帝国皇帝を兼務するジョージ5世のイノメと、当時英連邦の通過単位であったペンス、またはシリング建ての額面がカズされた。ありがとうございます。